えっと噂のえっとその彼氏さんとの、えー、再婚というまあ噂も流れてるんですけど、その噂はコレクトでしょうか。わ <laughs> あーすごい。はあそういうことか。あ噂ですね。いやえっとそれについては。 再婚という形に、こう、とらわれず、まあそ、そまあ、ずっと一緒に入れたらいいなと思ってるんですけど。特に、その形にこだわらず、あの、その時になって。考えようかみたいな感じで話してます。すみません、うまい回数できなくて、まあ、不正解です。<laughs> すみません。なくもないという。な、まあ、くもないです。はい。なくもないです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。うますもう体作りも大変だったと思うんですけども。あの。<laughs> 彼の方もなかなかあの体作りという面ではプロフェッショナルだと思うんですけど、はい、何かアドバイスみたいなものがあったんですよ。あ、アドバイスいただきました。あのやっぱりこうプロの方なので、あのー、これをやりすぎるとこっちがどんどんなんかムキムキになっちゃって多分綺麗じゃなくなるからとかなんかそういう食べ物だったり。 トレーニングの内容というか仕方だったりとかは教えてもらったりとかあとこう筋膜リリースっていう言葉を習いましたねあのめちゃくちゃこうなんか使った後に筋膜をリリースするみたいな <laughs> すいません本当にこんなこと本当あのそういうことを教えていただいてやっぱり普通に生きてたらその筋膜リリースなんてあんま知らない言葉だったのでそういうアドバイスはいただきましたね